Ah, und anscheinend haben wir noch zwei Ausrufezeichen übrig. Möge deine Seele in Frieden ruhen. Ich schwöre, ich erledige den Dämon, der dir es angetan hat. So, das Team am Rande des Zusammenbruchs. Mission abgeschlossen. Also hatte ich doch Erzak noch ein paar Ausrufezeichen mehr als erwartet. Und was macht Erzak? Eine schwarze Katze hier im Wald. Oh nein, das ist eine Katze im Spinnnetz fest. Warte, ich hole dich da raus. Na, jetzt alles wieder gut. So, damit hätten wir jetzt auch alles erledigt. Für einen Augenblick dachte ich, es wäre Tamayo-sans Tiervertrauter. Ob dieser Tiervertraute sich irgendwo in der Nähe versteckt? Hoffentlich gerät er nicht auch in das Netz. Tja, aber jetzt haben wir erstmal alles hier erledigt. Was soll das jetzt? Naja, jetzt kann sowieso bloß noch der Bossfight kommen.何見てるの？偽物じゃないんだけど。何してるんだ？仲間同士じゃないのか？仲間？そんな薄っぺらなものと同じにするな。僕たちは家族だ。強い絆で結ばれているんだ。それにこれは僕と姉さんの問題だよ。余計な口出しするなら 刻むから。違う。家族も仲間も強い絆で結ばれていれば、どちらも同じように尊い。血のつながりがなければ薄っぺらだなんて、そんなことはない。それから強い絆で結ばれているものには信頼の匂いがする。だけどお前たちからは恐怖と憎しみと嫌悪の匂いしかしない。 こんなものを絆とは言わない。まがいもの、偽物だ。 なんて言ったの。お前今なんて言ったの。 すごい威圧感だ。空気が重く濃くなった。 伊之助、 ごめん。頑張ってくれ。もう少し。この鬼を倒したら、すぐ行くから。必ず助けに行くから。何度でも言ってやる。お前の絆は偽物だ。 Und somit beginnt dann jetzt schon mal die erste Runde des Bossfights gegen Rui. お前は一息では殺せないから。うんとつたつたにした後で刻んでやる。でもさっきの言葉を取り消せば一息で殺してあげるよ。取り消さない。俺の言ったことは間違っていない。おかしいのはお前だ。 間違っているのはお前だ。そう、それは初めに言った通り、お前はズタズタにして刻んでやる。何の、こっちだ。もう一度、こっちだ。もう消えて。 戦いにくい。一瞬の判断の遅れが死につながる。強いけど負けられない。油断するな、油断するな、油断するな。少しも油断するな。相手の動きから目をそらすな。 こっちだ。バラバラに刻んであげる。
Okay, jetzt wird's ein bisschen. Haarsträubend. Aber die erste Runde hätten wir damit gewonnen. まあ関係ないけどね。皆も切れ。刀が折れた。信じられない。この子の操る糸はこれまで切ってきた鬼の体よりもなお硬いのか。 避けきれない。禰豆子。禰豆子。禰豆子。兄ちゃんをかばってごめんな。背負っている箱から女の子。でも気配が鬼だわ。 うるさい、黙れ。結局お前たちは自分の役割もこなせなかった。いつもどんな時も。待って、ちゃんと私は姉さんだったでしょ。挽回させてよ。だったら今山の中をチョロチョロするやつらを殺してこい。そうしたらさっきのことも許してやる。わかった、殺してくるわ。 坊や、話をしよう。僕はね、感動したんだよ。君たちの絆を見て体が震えた。この感動を表す言葉はきっとこの世にないと思う。でも君たちを僕に殺されるしかない。悲しいよね、そんなことになったら。だけど回避する方法が一つだけある。 君の妹を僕にちょうだい。おとなしく渡せば命だけは助けてあげる。何を言ってるのかわからない。君の妹には僕の妹になってもらう。今日から。そんなと承知するはずないだろう。それに禰豆子はものじゃない。自分の思いも意思もあるんだ。お前の妹になんてなりはしない。大丈夫だよ、 心配いらない。絆をつなぐから。僕の方が強いんだ。恐怖の絆だよ。逆らうとどうなるかちゃんと教える。ふざけるのも大概にしろ。恐怖でがんじがらめに縛り付けることを家族の絆とは言わない。その根本的な心得違いを正さなければお前の欲しいものは手に入らないぞ。 どうし、大声出さないでくれる？合わないね、君とは。禰豆子、お前なんかに渡さない。いいよ別に、殺して取るから。俺が先にお前の首を切る。威勢がいいな。できるならやってごらん。 12気づきである僕に勝てるならね。 加減の5。やっぱりこの強さ、この子が本物の12気づき。家族、父には父の役割があり、母には母の役割がある。
親は子を守り、兄や姉は下の兄弟を守る。何があっても、命を懸けて。何のことだ？僕はね、自分の役割を理解してない奴は、生きている必要がないと思っている。お前はどうだ？お前の役割は何だ？お前は僕に妹を渡して消える役だ。それができないなら死ぬしかないよ。勝てないからね。糸は簡単に切れない。どうする？折れた刀身で、あの子の首が糸より硬い場合。嫌な目つきだね、メラメラと。愚かだな。もしかして勝つつもりなのかな。ネズコ！うるさいよ。このくらいで死にはしないだろ、鬼なんだから。落ち着け。感情的になるな。集中しろ。呼吸を整えろ。恐れるな。奴の懐に入って首を切るんだ。そして禰豆子を助け出す。Ringfrei Runde 2. Mit zerbrochenen Katana gegen einen der 12. Dämonenmonde kämpfen. やれやれ、殺す殺す殺す。安心していい。君がいなくなっても、君の妹は僕がちゃんとしつける。平準になるよ。しばらく失血せず、それでも言うことを聞かないなら、日の出まで釣ったものにして少し炙る。そうすれば、もう僕に逆らおうとしないだろう。これで絆は完成だ。お前の言っているのは絆じゃないと言ったはずだ。お前の言っていることは、ただの縛りだ。何もかも間違っている。刀は折れている。でもそんなこと関係ない。Na, das lief doch um einiges besser als der erste Kampf. ねえ、糸の強度はこれが限界だと思ってるの？血気術、黒心。もういいよ、お前は。さよなら。ダメだ。この糸は切れない。まだ回転が足りない。の糸とはまるで違う匂いだ。絶対負けるわけにはいかないのに。死ぬ、負ける、死ぬ。
Kapitel 5, die Feuergottheit. Kommt ein bisschen spät jetzt. Und Ende Gelände. Feuergottheit Tanjiro wurde geboren. Und einer der 12 Dämonenmonde, Dämonenmonde im Dienst geköpft. Katta! Tōsan ga tasukete kureta. Ie ni daidai tsutawaru Kagura de. なぜ技を出せたのかわからない。でも、それで助かった。勝てた。勝てたよ。禰豆子。 目が見えづらい。体中に激痛が走ってる。呼吸を乱発しすぎたせいか。早く回復しなければ。 俺はまだ戦わなければならない。猪之助を助けに行くんだ。早く。血の匂いが濃くなった。死んでないのか。首を切ったのに。僕に勝ったと思ったの？かわいそうに。哀れな妄想して幸せだった？ 僕は自分の意図で首を切ったんだよ。お前に首を切られるより先にもういい。お前も妹も殺してやる。こんなに腹が立ったのは久しぶりだよ。立て！早く立て！呼吸を整えろ。急げ！早く！何の未練もなくお前たちを刻めるよ。血鬼術あやめかご。 焦るな。息を乱すな。落ち着け。落ち着けば。腕が上がらない。
Tja, dieses Mal bleibt der Kopf ab.一番強いから誰も俺を守れない、かばえない。強くなればなるほど人間の頃の記憶も消えていく。自分が何をしたいのかわからなくなっていく。どうやってももう手に入らない絆を求めて必死で手を伸ばしてみようが届きもしないの。小さな体から抱えきれないほど大きな悲しみの匂いがする。温かい日の光のような優しい手。Tja, das war's dann mal mit Kapitel Nummer 5. Es wird zwar gleich noch etwas kommen, aber im Großen und Ganzen war's das jetzt. 人を食った鬼に情けをかけるな。子供の姿をしていても関係ない。何十年と生きている醜い化け物だ。殺された人たちの無念を晴らすため、これ以上被害を出さないため、もちろん俺は容赦なく鬼の首に刃を振るいます。だけど鬼であることに苦しみ、自らの行いを悔いている者を踏みつけにはしない。鬼は人間だったんだから、俺と同じ人間だったんだから。お前は邪魔をするんです。富岡さん、鬼とは仲良くできないって言ってたくせに何なんでしょうか。そんなだからみんなに嫌われるんですよ。さあ富岡さん、どいてくださいね。俺は嫌われてない。ああ、それすみません、嫌われている自覚がなかったんですね。余計なことを言ってしまって申し訳ないです。坊や。はい。坊やがかばっているのは鬼ですよ。危ないですから離れてください。違います。いや違わないけど、あの妹なんです。俺の妹で。それで。まあそうなのですか、かわいそうに。では苦しまないよう優しい毒で殺してあげましょうね。動けるか。動けなくても根性で動け。妹を連れて逃げろ。富岡さん、すみません。ありがとうございます。これ対立違反なのでは。そうだ、あの時俺たちが出会った人だ。禰豆子が鬼になって右も左もわからない俺に鱗滝さんを紹介してくれた富岡さん。そしてまたここでも助けてくれた。感謝しかない。
中が痛い、苦しい、痛いと叫びたい。でも我慢だ。足を止めるな。体を動かせ。少しでも遠くへ。富岡さんのこれは隊列違反です。鬼殺の妨害ですからね。どういうつもりなんですか？なんとかおっしゃったらどうですか？あれは確か2年前のこと。そんなところから長々と話されても困りますよ。嫌がらせでしょうか？嫌われていると言ってしまったこと根に持ってます？伝令伝令。Und somit auch Kapitel Nummer 5. Ende. Die Feuergottheit. Und damit müssten wir jetzt auch eigentlich einen neuen Kampfstil für Tanjiro doch freigeschaltet haben, ebenso auch wie einen neuen Charakter doch. Und natürlich auch noch ziemlich viele Erinnerungsfragmente. Tja, Kapitel 6 Versammlung der Säulen ist jetzt freigeschaltet. Gut, des Weiteren haben wir einen neuen Charakter freigeschaltet, Murata. Der eigentlich so gut wie gar nichts in diesem Kapitel gemacht hat. Dann ein neues Kampfgebiet, der Natagumo-Berg. Naja, wieder mal Murata. Tja, ansonsten die neue Form von Tanjiro haben wir bis jetzt noch nicht freigeschaltet. Das hier wäre dann jetzt schon mal die Versammlung der Säulen. Man sieht, er sagt jetzt hier auch schon mal, allzu viel geschehen wird er sagt hier nicht. Warte mal, irgendwas haben wir hier noch nicht fertig freigeschaltet. Was ist das? Erhältlich in Kapitel 6. Die Säule der Insekten. Upsala. Upsala, upsala. Na gut, mal sehen, Belohnung. Was haben wir hier denn? Das war also hier das erste Feld. Zweites Feld, drittes Feld, viertes Feld, was also Kapitel 3 war. So, neue Belohnungen wurden freigeschaltet. Kapitel 5. Tja, der Kämpfer Murata wurde aktiviert. Dann hätten wir noch Kapitel 6, 7, 8, 9. Oh nö. Wir haben ja, sag hier, kein neuntes Kapitel. Aber ein paar andere Sachen hier. Neue Kämpfer-Outfits oder so. Abnehmende 5 Profilbilder. Zunehmende 3. Warte mal, abnehmende 5, das war ja eben ja Rui. Und die Nummer 3 ist ja Akaza. Also gut, wir haben jetzt nur noch Kapitel 6. Dann 7. Und zu guter Letzt dann die 8.
Die Kapitel 8 müsste doch eigentlich ja das Kapitel Mugen Train ja sein. Der Demon Slayer Film. Na schön, so nach und nach kriegen wir dann also noch die anderen Kämpfer. Und natürlich auch noch weitere Outfits. Und Charaktere. Und damit würde ich jetzt auch erstmal so sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal, wo wir dann erstmal einen Part voller Erinnerungsfragmente ja haben. Oder? Nein, leider doch nicht. Erst in Kapitel 6 wird das freigeschaltet. Na, wie dem auch sei, wir haben hier jetzt auf jeden Fall noch einiges zu lesen. Zenitsu und sein Spatz, ein gereizter älterer Lehrling, etwas Wichtiges, eine perfekte Familie, dann noch meine Scharadenfamilie und dann noch ganz knapp für Murata. Und nicht zu vergessen die Sondermission. Ja, wir nähern uns so langsam sicher dem Ende, aber haben noch einiges hier zu erledigen. Und im nächsten Part, da wollten wir ja eigentlich ja sowieso erstmal wieder ein bisschen im Online-Modus herumkämpfen. Also, erstmal noch nichts mit Erinnerungsfragmenten. Und damit sage ich dann auch mal tschüss, bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao.